咽頭炎とは喉の奥の炎症のことである。一般的には喉の痛み及び発熱を引き起こし、その他の症状には鼻水、外傷、頭痛、炎化混乱、リンパ節の腫れ、声のかすれなどがある。症状は通常3から5日続く。合併症として副鼻腔炎や急性中耳炎などが起こり得る。咽頭炎は上気道感染症の一つである。 ほとんどの場合は、ウイルス感染が原因である。細菌感染症である、連鎖休憩認糖炎が原因であるケースは、小児では約25%、成人では10%であった。稀なケースでは、その他の細菌、心菌、煙などの刺激物、アレルギー、移植動逆流症などがある。風邪といった、明らかなウイルス感染症の症状を持つ人には、 特定検査は推奨されない。そうでないケースでは、迅速抗原検査、または、陰頭スワブ検査が推奨される。同様の症状を引き起こし得る。他の症状には、喉頭外炎、向上制炎、喉ご能用、そして時には、心臓病がある。任意の3ヶ月の間に、約7.5%の人が陰頭痛を経験する。年に2から3回の症状エピソードも珍しくはない。 米国では、咽頭炎により、1500万人が医療を受診した。咽頭炎は、咽頭痛の最も一般的な原因である。咽頭痛を起こす疾患はいくつか知られている。大まかに分けると感染性疾患、使用、する、川崎病、甘根放送など、カラオケなど、機械的刺激によるものが挙げられる。ほとんどが、感染性、特にウイルス性疾患である。ほとんどが、 良性疾患で致死的ではないが、稀に致死的な疾患による咽頭痛も存在する。特に有名なものが関連痛として生じる咽頭痛である。急性管症候群、大動脈解離では、共通ではなく、放散痛、関連痛として、肩、頸部、咽頭に頭痛が生じることが知られている。肩の場合は運動痛の有無で、 整形外科的疾患との区別が可能であるが、咽頭の場合は鑑別のための所見が極めて乏しいことが知られている。発熱や咽頭周囲の主張といった官房様所見がなく、年齢、既用歴、バイタルサインにて疑われた場合は、心電図検査、胸部 X 線を、はじめ、H-FAB-P やトロポニン T や d d イマーの測定を行う。 特に DE ダイマーは大動脈解離では感度が極めて高いため、間別に重要な検査である。気道、陰頭・高頭疾患の中にも緊急性の高い病態が知られている。それは気道閉塞、陰頭後壁農用、急性のドズ外炎、レミエール症候群、変頭周囲農用、後帝放火式炎などである。気道閉塞は典型的なものは 調子にテストライバーを聴取する。原因検索と同時に、軌道確保に努め、経験的治療として、ステロイドの投与を行う。メチルプレドニゾロに 40mg を、生理食塩水 50ml に溶解し6時間ごとに、投与することが多い。ヒスタミン H に需要体気抗薬を併用し、消化性海洋の発生に注意する。ステロイドが効果不十分となると、 気管内相関となるため、入院となる。咽頭の応用、急性のドズ外炎はいずれも、気道閉塞を起こしうる疾患である。咽頭後壁の応用は、自備咽喉開始による、切開排脳が必要となる病態である。確定診断が必要な場合は、頸部増炎 CT を行う。急性のドズ外炎では、ストライダーを始める友すなわち痛みにより炎化できず、 垂れ流すよだれが重要な所見である。これらの病態が想定できた場合は原則、入院治療が必要であり、自備咽喉科のコンサルトが望ましい。伝染性単核急症ウイルス性は、すべての感染症例のおよそ40-80%を占めており、様々なウイルス感染症の特徴となっている、連鎖吸気に認頭炎風邪症候群と異なり、急激に症状が出現することが、 典型的である。咽頭炎の症状としては、急性の高熱、喉の痛み、腫れであり咳や鼻水は少ない。原因としては60%がウイルス性であり、40%が細菌性であると言われている。重要な間別疾患としては伝染性、単核球症、ジフテリア、HIV、臨病、アキュ及性向上性炎、咽頭血膜炎などが挙げられる。 細菌性咽頭炎の場合は、ほとんどの場合は可能性連鎖球菌が原因である。ため、ほとんどの場合はペニシリンが貯行する。細菌性咽頭炎は、A 群 β 溶血性連鎖球菌による感染症が合併症対策として非常に重要である。合併症は、非可能性合併症と可能性合併症に分類される。非可能性合併症としては、 連鎖休菌感染後子宮体腎炎や胃が腎症、急性竜巻熱が重要である。可能性合併症としては、陰頭農用、中耳炎、副鼻腔炎、餌性筋膜炎がなどが知られている。子宮体腎炎、胃が腎症以外は、抗菌薬投与によって予防が可能であるとされている。陰頭炎後、翌日に肉眼的血尿が出現したら、胃が腎症、2週間後ならば、 急性子宮体腎炎というところが小児科における典型的な病歴である。予防が特に重要な点は、リウマチ熱である。リウマチ熱は抗菌薬が頻用されるようになってから激減した。リウマチ熱の症状としては、心炎、多発性関節炎、舞踏病、右炎性後半、皮下結節、関節痛、発熱、血沈や CRP 上昇。 pr 延長などが知られている。小2期のリウマチ熱発症は、老年期に心臓弁膜症を起こし心房細動、血栓症を起こすことが知られており、予防が重要である。ジョーンズの基準が世界的によく用いられており、大基準2つ、または大基準1つと小基準2つを満たし、A 群 β 溶血性連鎖球菌の感染を証明する方法、陰頭や A 群。 ベータ溶血性連鎖球菌迅速診断キットで陽性、アスロ陽性にて診断ができる。高齢者の弁膜症の場合は発症当時ジョーンズの基準がないため注意深い問診は必要となる。A 群ベータ溶血性連鎖球菌以外の細菌性、陰頭炎の場合は抗菌薬を投与しても自覚症状がわずかに軽減するのみでありメリットはほとんどない。 A 群 β 溶血性連鎖球菌による咽頭炎の診断は非常に重要であるためいくつかの診断法がある。センタークライテリア及びカナダルールが有名である。センタークライテリアでは、扁桃腺の白体、圧痛を伴う全ケーブリンパ節主張、病歴に発熱がある、咳を認めない以上の4項目中3項目を満たせば感度75%、 得意度75%で A 群、β 溶血性連鎖球菌による陰頭炎と診断できる。ゴールドスタンダードは陰頭培養であるが時間がかかるため実用的ではない。近年は A 群、β 溶血性連鎖球菌迅速診断キットで陽性ということで行うことも多く、この場合は感度90.8%で得意度は96.0%である。 カナダルールというものがよく知られている。熱が38度以上、咳がない、全ケーブリンパ節主張を認める、平田腸が腫れている、または平田腸に浸出物がある、年齢が3から14歳であるという項目に対して、イエスといった数を数える。なお年齢が45歳以上の場合はマイナス1と、する。合計点が1以下である場合は、 細菌性咽頭炎ではなく、2点以上である場合は、咽頭培養、または、溶錬菌迅速検査を用いて検査後、ペニシリンを投与して良いとされている。4点以上の場合は、エンピリックにペニシリンを投与する場合もある。可能性咽頭炎の治療は、抗菌薬の投与であるが、これにはいくつかの考え方がある。それは伝染性単核球症との区別の問題。 マクロライド体性菌の存在、乳気の論による結核の診断困難などが挙げられる。伝染性単核球症は、ペニシリン特にアモキシシリンの投与によって皮疹が出現してしまう。これは30歳以前に多いとされている。強さ乳突筋より前にある全ケーブリンパ節に圧痛がある場合は、細菌性陰頭炎であることが多く、強さ乳突筋より、 後方にある五頸ブリンパ節に圧痛がある場合は、伝染性単核球症である確率が高いと言われている。30歳以前では、バイシリンというペニシリン製剤がよく利用される。これは、アモキシシリンとは異なり、死診を起こすリスクが低いと言われている。それ以外に、クリンダマイシン、アジスロマイシン、ミノサイクリンが用いられることがある。 30歳以後では伝染性単核球症のリスクが低いことからアモキシシリンも処方可能である。いずれにせよ、キノの論は使わない方が安全である。インフルエンザウイルスによる感染症。RS ウイルスやパラインフルエンザウイルスによっても、ほぼ同様の症状が出るためワクチンを打ったのに、インフルエンザになったというエピソードが生まれることがある。インフルエンザは冬に多く、 インフルエンザ様疾患は春や夏に多いという特徴がある。インフルエンザの症状としては、急性の高熱、おか寒、関節痛、喉の痛み、咳、鼻水などが挙げられる。通常は自然治癒するが、高齢者は重症化し死に至ることもあるため予防が大切と言われている。空気感染するため、感染者は5日間の就業停止が望ましいと言われている。 特に高齢者との接触は避けたいところである。また抗菌薬の投与に肺炎の予防効果はないと言われている。診断は、高熱、関節痛、筋肉痛といった全身症状が強く、咽頭発赤など局所症状がその割に弱いことで疑い、迅速診断キットにて診断する。迅速診断キットは発症後12時間、経過していないと、 二千生率が高いことが知られている。発症後48時間ならば、抗インフルエンザ薬が効果的である。治療薬として、オセルタミビルやザナミビルが有名である。インフルエンザには A 型、B 型の2種類が知られているが、これらはどちらにでも効く。健常者にオセルタミビルを使っても、症状回復を1日早めるものの感染期間は縮まないこと。 肺炎など合併症は減少しないこと、死亡率が下がらないことから高齢者、ハイリスク患者を除いては、積極的に投与する意義は薄いと考えられている。ザラミビルは吸入薬であり、高齢者は吸入が苦手な場合があること、稀に気管支形縮を起こす可能性があることから、気管支喘息の患者への投与には注意が必要である。 A 型インフルエンザの場合はシンメトリルが有効な場合もあるが20から80%が耐性化しているという報告がある。なお、インフルエンザの時、下熱剤に塩セズを使用するとインフルエンザの症を起こす可能性があるためアセトアミノフェンが推奨される。リンキン・クラミジアの治療に準じる。セフトリアキソン 1g 点滴投与及び アジスロマイシン2 5 0ラム4乗分1を投与する。必ずパートナーも治療する。極論を言えば、ほとんどの咽頭痛の原因疾患は対症療法で十分である。カラオケなどで喉を痛めた場合は、水分などで乾燥を防ぎ、安静に保つことで警戒する。感染性咽頭炎の場合も原因は、ライノウイルスやコロナウイルスといった、 治療の存在しないウイルス性疾患である場合がほとんどである。陰頭痛の対象療法としては、SP トローチ、総合肝防薬である PL 下流、止血剤のトランサミン、プリビナなどを組み合わせて処方することが一般的。治療効果がある疾患としては、細菌性陰頭炎、インフルエンザ、STD による陰頭炎が知られている。 引頭痛のマネジメントとしては原則としては、緊急症の確認、関連痛によるものの確認、インフルエンザの否定程度である。高熱や調子によるウィーズや、コースクラックルの聴取など、下活動の兆候がなければ、原則として、問診と身体所見で十分であり、採血や X 線写真は不要であり、熟練していれば15分程度で診察が可能である。ありがとうございます。